ハイデルベルクは、ドイツビュルテンベルク州北西部に位置する都市。ライン川とネッカー川の合流点近くに位置する。ネッカー川及び、旧市街を見下ろす高台にあるかつてのプファルツ、剪定校の宮廷であった城石や、ドイツで最も古い大学ルーカールス大学で知られ、世界中の、数多くの観光客や学者を引きつけている。人口14万人強のこの都市は、 バーデンビュルテンベルク州で5番目に大きな都市である。この都市は軍独立市であると同時にラインネッカー軍の軍長、所在地でもある。ハイデルベルクが近隣のマンハイムやルートビヒスハーフェンアムラインと形成する人口密集地域はラインネッカー大都市圏と呼ばれている。第2次世界大戦の被害を受けなかったドイツの数少ない街の一つとして知られる。 地名はおそらく山腹の森に生えていた苔物にちなむものであろう。ハイデルベルク旧市街ハイデルベルクは、ネッカー川下流域、オーデンバルトから、オーバーライン地交代に流れ出る位置にあたる。ネッカー川は市内を東から西に向かって流れている。ネッカー川の右岸に標高445メートルの山、ハイリゲンベルクがある。ネッカー川の河口は、 約 22km 北西にあり、マインハイム市内でライン側に注いでいる。20世紀に入って合併した集落が、オーデンバルトの縁を通るベルクシュトラーセ沿いに、位置している。フランケン地方北西部に属し、住民構成は、南の高地ドイツ語の内上部ドイツ語に属する南、フランケン語や、北の中部ドイツ語に属するクーアップファルツ語を、境界線として使用する。 フランケン人が大部分を占める。また、1 5トル先の南西部に、シュパヤーがある。また、かつてアレマン人の定住地域が南部付近にあった。ハイデルベルクはヨーロッパ広域道路 E1 号線に面している。ハイデルベルクはドイツで最も暖かい地方にあり、植えられたアーモンドやイチジクあるいはオリーブの木が育っている。旧市街の対岸で、 多くの植物が生育するバルコニーは哲学者の道と呼ばれる。ここでは2000年にブドウ栽培が再び始められ成功している。この他にハイデルベルクには最近気化して野生化した若け本生因コやサカツラガンがいる。これらは特にベルクハイムのネッカー川の小島やネッカー川沿いの草地で見られる。ハイデルベルクは ラインネッカー軍の軍庁所在地である。この都市自身はカールスルー営業政管区に属する軍独立市である。ハイデルベルクはラインネッカー大都市圏に含まれる。この大都市圏はヘッセン州南部、ラインラントプファルツ州のフォルダープファルツ地方、バーデンビュルテンベルク州の2つの軍独立市、マンハイムとハイデルベルク並びにラインネッカー軍の西部及び、 南部の市町村が含まれており、ラインネッカーイコールドライエックとして知られる経済圏の大部分を占める。2005年にラインネッカーイコールドライエックはヨーロッパの大都市圏となった。ラインネッカー地域内ではハイデルベルクとマンハイムが上級中心である。バーデンビュルテンベルク州の2002年ラント開発計画によれば、バーデンビュルテンベルク州全体で14都市が 上級中心都市に指定されている。上級中心都市としてのハイデルベルクが管轄する市町村は、ドッセンハイム、シュリースハイム、ビルヘルムスフェルト、ヘッデスバッハ、ハイリーヒクロイツシュタイナハ、シェーナウ、ネッカーゲミューント、ビーゼンバッハ、バンメントアール、ガイベルク、ライメン、ヌスロッホ、ザントハウゼン、エッペルハイムであり、地方行政構造の中間的な地域範囲を、 統括する機能を有している。以下の市町村が、ハイデルベルク市と直接境を接している。西から時計回りに列記する。エーディンゲンネッカーハウゼン、ドッセンハイム、シュリースハイム、ビルヘルムスフェルト、シェーナウ、ネッカーゲミュニト、バンメンタール、ガイベルク、ライメン、ザントハウゼン、オフタースハイム、プランクシュタット、エッペルハイム、およびマンハイム。 ハイデルベルク市区地図ハイデルベルクのアルトシュタット地図、ハイデルベルクは15区、47街区からなる。これらは1975年に合併するまで独立した町村であった7つのブロックに属している。区はさらに細かく分かれた居住区などに分類される。インレンシュタットハイデルベルクの最も古い部分はアルトシュタットである。旧市街はネッカー川の南岸にあり、 ネッカー川とケーニヒシュトゥールの間に位置する市の歴史的中核部がここに含まれる。ハイデルベルク城をはじめとするこの町の見どころのほとんどがアルトシュタットにある。この地区にはこの外側に位置するモルケンクール、コールホーフ、シュパイアーラーホーフといった地域が含まれる。アルトシュタットと共にインレンシュタットを形成する地区はアルトシュタットの西側にあたるベルクハイム区である。 かつてベルクハイム村だった。この地区の歴史はアルトシュタットよりも古い。人が定住した後は石器時代にまで遡る。ベルクハイムは769年のロルシュ文書に初めて記録されている。1392年にベルクハイム村は廃止され、住民たちは直ちに首都ハイデルベルクに強制的に移住させられた。 中心部因縁ンンシュタットのすぐ南西にベストシュタット区、南にジュートシュタット区が位置している。これらの宿は工業化の時代や第二次世界大戦後の急速な人口増加によって作られた。ジュートシュタットには著名な人物が埋葬されているベルクフリートホーフが設けられている。この他特筆すべきは 米軍兵士の家族が多く住むジュートシュタットのマーク・トウェインビルやアメリカ人が多く務めるキャンベル兵舎である。現在ではベストシュタットの西に隣接してバーンシュタット区が作られている。南部さらに南にはハーゼンライザーを含むロールバッハクとビアヘルダーホーフがある。また、これらよりもさらに新しいボックスベルク区やエンマー・アッツグルント区にもつながっている。 西部ハイデルベルクの地区で最も急速に拡大したのがキルヒハイム区である。キルヒハイムはハイデルベルクの南西部にあたり1920年にハイデルベルクに合併した。キルヒハイマーホーフ、パトリック・ヘンリー・ビレ、プライカルツ・フェルスターホーフ、ノイロットがキルヒハイム区に含まれる。ハイデルベルク西部、キルヒハイムと ベストシュタットの境界付近に緊急避難住宅地区であるイム・メルゲルゲバンがある。この地区は社会的にも視覚的にも孤立した地区でシュティヒ通り一本で他の地区につながっている。もともとは第二次世界大戦後の難民を宿泊させるために作られた地区である。2008年現在、この地区には約300人のホームレスが緊急避難的に住居している。 ハイデルベルクの生誕にプファフェングルント区がある。この地区は北側の工業地区と南側の住宅地に分けられる。プファフェングルントという名称は1920年頃まで農地として使われていた中世の工作地の名前に由来する。その北側にグレンツホーフとオクセンコップフを含むビープリンゲン区がある。 ビープリンゲンは767年付のロルシュ文書に初めて登場する。北側因縁シュタットの対岸にあたるネッカー、川北岸にノイエンハイム区がある。ノイエンハイムの開発はローマ時代以前にすでに始まっていた。1891年にハイデルベルクに合併した。これはすでに開発されていた地域が合併によってハイデルベルクの宿となった。 最初の例であった。突起すべきは、ルーカールス大学の新しいキャンパスがある、ノイエンハイマアーフェルトである。さらに北側には、ハント・シュースハイム区がある。この地区は、ノイエンハイムから少し遅れて1903年に、ハイデルベルクに合併した。ハント・シュースハイムの名称は、おそらく中世初期の土地所有者に由来すると、考えられている。この地区の紋章には、手間は、 手袋のデザインが用いられている。東部メッカー川南岸の東部にはシュリーアバッハ区がある。この集落は1245年に初めて文献に記録されている。現在この地区はハイデルベルクの住宅地となっている。この地区の対岸はペーター・スタールを含むツィーゲルハウゼン区である。ツィゲルハウゼンはシュリーアバッハより少し以前の1220年に 文献上初めて記録されている。この地区はおそらくローマ時代には開拓されていたと考えられている。プフェルツァーバルトとオーデンバルトに挟まれた地形に守られたこの地域の気候は年中穏やかである。近くのラインボンチに比べネッカー渓谷の入り口にあたるハイベルベルクでは平均以上に東風が頻発する。オーデンバルトの斜面は雲の形成を助長し、 降水をもたらす。ドイツ気象庁のハイデルベルク観測所における1971年から2000年の平均気温は摂氏11.1度、平均年間降水量は7 4 5ト、mm、ルであった。最も暖かい月は7月で平均摂氏20.1度、最も寒いのは1月で摂氏2.5度であった。成果には摂氏30度を超える日も珍しくない。 降水量の多くは7月に降り、最も乾燥する月は2月である。ハイデルベルク市は12世紀に創設されたのだが、その歴史は、ケルト時代やローマ時代に遡る。ハイデルベルクの栄誉と意義は、13世紀から1720年までの500年間に、渡り、ライン級中白の宮廷所在地であり、プファルツ選定工領の首都であった点にある。 マウアーの下顎のレプリカ原人で、後に、ネアンデルタール人につながるホモ・ハイデルベルゲンシスは、最初に発掘されたのが、ハイデルベルクの南に位置するマウアーであったことに、由来する。1907年にこの町の採砂場で発掘された、下顎が、ヨーロッパで発掘されたホモ族の出土品としては、最も古い時代のものであった。紀元前500年頃から、ケルト人が、 ハイデルベルクの歴史に登場する。彼らは、ハイデルベルクに防衛施設を有する大きな入植地を築いた。侵攻してくる、ゲルマン人に対抗するために二重の壁を巡らしていたことがわかっている。200年後に、これらの施設は放棄された。ローマ人のハイデルベルクは1世紀から3世紀まで存続した。西暦70年頃に、ローマ人は、 現在のノイエンハイムに宿営地を築き、90年頃には石積みの城となっていた。ネッカー川に橋が架けられた。はじめは木製で200年頃には石造りの支柱橋が作られた。ハイリゲンベルクの山頂にはメルクリウスの神殿が築かれた。ハイデルベルクではミトラ教信仰も広く行われていた。ローマ時代のこの地域の中心都市は、 ロポドゥヌムであったが、ハイデルベルク周辺も、軍事上の必要から発展し、政党業で栄えた。260年以降、リーメスを越えて、ローマの支配地域に侵攻してきた、ゲルマン人によって、ローマ人は、ライン側まで押し戻された。メロビング王クロービス一世が、アレ満足を征服したため、506年に、ハイデルベルクは、フランク王国の支配下に、 最終的に組み込まれ、キリスト教家された。870年に、ハイリゲンベルク山頂の旧メルクリウス神殿後に、ロルシュ修道院の部員として、ミハエルス修道院が建設された。ロルシュ修道院は、当時ボルムス司教とこの地域の派遣を争っていた。後に、別の部員やノイブルク修道院が設けられた。 ハイデルベルクの最も古い記録は1196年のものである。この村は12世紀のうちに建設されたと考えられている。この頃にはハイデルベルクはボルムス市教領となっており、ケーニヒスシュトゥールの斜面にあるモルケンクールに城塞が築かれ、その山のふもとにペータース教会を中心とする村が形成された。これに対して、 現在ハイデルベルクに属す宿の多くは6世紀のフランク時代に築かれた村である。文献に最初に記録されたのが最も古いのはノイエンハイムとハントシュースハイムで765年頃の記録が残されている。新大学中庭に面して立つ中世の都市防衛施設の移行ヘクセントルム、ハイデルベルク城の前身の建物は13世紀に ゲッテンビュールに建設された。それと、ほぼ同時期に、ケーニヒスシュトゥールとネッカー川の間に、直角に交差する通りと中央に、丸くと広場を廃した計画的な町が作られた。こうした町並みの跡は、現在のアルトシュタット東部のグラーベンガッセ付近までに見ることができる。この町は、壁で囲まれ、ネッカー川には、橋が架けられた。 神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世は1156年にイボ帝のコンラート・デア・シュタウファーをライム級中博に任命した。後に、宮中博領はビッテルスバッハ家が統治するところとなり、神聖ローマ帝国内で有力な両方へと成長していった。1225年に、宮中博は当時ボルムス領であったハイデルベルクを霊園として獲得した。 1356年の議員直書によって、ライン宮中博に選定行為が授けられた。プファルツ選定校に就任したことで、その両方は、クアプファルツと呼ばれることとなった。最初、宮中博は、宮廷所在地を定めておらず、領内の様々な町を巡行していた。13世紀に、ハイデルベルクは、宮廷としての定裁を整え始め、14世紀になると、 両主の巡行は廃止されて、ノイシュタット・アンデア・バイニシュトラーセと争った結果、クアプ・ファルツの首都となった。1386年、ループレヒト一世は、新生ローマ帝国内で3番目の大学となる、ハイデルベルク大学を創設した。この大学は現在、ドイツ連邦共和国で最も古い大学である。1392年には、 ハイデルベルクの大規模な拡張がなされ、現在のアルトシュタットが形成された。プファルツ選定コーループレヒト3世は、ハイデルベルクに、精霊教会を建設した。その後継者らは、ハイデルベルク大学を保護し、この大学は15世紀末頃には、初期人文主義の中心地となった。マルティン・ルターの宗教改革思想は、16世紀前半には、 すでに南西ドイツに普及していた。選定校、オットー・ハイン・リヒの地政下で、プファルツ選定校寮は宗教改革を受け入れた。カルバン派への移行後、ハイデルベルクは西ヨーロッパ全土から学生や学者を集め、ライデンに次ぐ第三のジュネーブと呼ばれた。16世紀末になると、ハイデルベルクには騎士の家に見られるようなルネサンス様式の豪華な建築が多く建てられた。 しかしこれらの建物は、後のプファルツ継承戦争でほとんどが破壊されてしまった。ハイデルベルク城の大規模な拡張がなされ、中世の城塞から近世の城間へと変貌した。1622年のハイデルベルク選定校、フリードリヒ五世は、妻でイギリス王女のエリザベス・スチュアートがその身分にふさわしい、宮廷生活を送れるようにと、 ハイデルベルク城にホートゥース・パリティネスを設けた。フリードリヒ5世は、プロテスタント同盟の領収として、30年戦争が、引き起こした政治的混乱に巻き込まれていった。1619年、ボヘミア貴族の要請で、ボヘミア王位についたが、カトリックの皇帝フェルディナント2世に抵抗しきれず、早くも1620年の白山の戦いで、敗北を喫し、退位した。 その短い王位のために、彼は、歴史上、冬王と呼ばれる。1622年、カトリック連盟軍司令官、キリー博にハイデルベルクは占領され、有名なパラティーナ図書館の書物が奪われた。この書物は、バイエルン公マクシミリアン1世から、ローマ教皇・グレゴリウス15世に送られ、現在もバチカン図書館に保管されている。ハイデルベルクは、 この戦争で甚大な被害を受け、住民は極度の貧困に苦しんだ。1648年のベスト・ファーレン条約により30年戦争が終結し、フリードリヒ5世の息子カール一世ルートビヒは、選定校くらいを取り戻し、戦前の領域を保持したが、プファルツ選定校の政治的影響力は小さなものとなっていた。 1645年のハイデルベルク城1685年、カール1世の息子カール2世が子供を残さずに、亡くなったことで、ビッテルスバッハ家のプファルツ・ジンメルン家は断絶し、エインルイにあたるカトリックのプファルツ・ノイブルク皇王、フィリップ・ビルヘルムが、先帝皇位を継いだ。これに対し、エリーザベト・シャルロットとの関係を理由に、フランス王ルイ14世が、 先帝国くらいの継承権を要求し、プファルツ継承戦争が始まった。この戦争の間にハイデルベルクは1688年と1693年の2回、フランス軍に占領され、ほぼ完全に破壊された。1697年のプファルツ継承戦争終結後、破壊された、ハイデルベルク城は中世の基礎の上に、 王宮処置的に再建された。カトリックの選定校はこの町にイエズス会修道士を住まわせた。フランス軍に破壊されたハイデルベルク城ハイデルベルク城はフランス軍の破壊後、住居不能となった。いずれにせよ、すでにバロック時代の趣味に合わなくなった、この城に代わる新しい大規模な城間をベルサイユ宮殿を手本に建設する計画が持ち上がった。 この上官の計画は、現在のベルクハイム地区を予定地としたが、住民たちの強い抵抗に相い挫折した。そこで選定公カール3世フィリップは、1720年、宮廷をマンハイムに移すことを決断した。バロックの時代精神と選定校の趣味を反映して、クアドラーテ・シュタットに、中世風のハイデルベルク城よりも、はるかに広く、豪華な、 マンハイム城が建設されたのである。ハイデルベルクは、こうして、政治的権力中枢の座を失い、定理が去ったことで、経済的にも衰退した。カール・テオドールの知性に、ハイデルベルクに橋が架けられ、カールモンが作られた。さらに、ハイデルベルク城の修復計画もあったのだが、1764年に、ひどい落雷の被害に遭い、この計画は破棄された。 カールドライスの二輪車1803年の帝国代表社会議主要決議の枠組みに従い、プファルツ選定綱領,領は廃止され、ハイデルベルクを含むラインウガンの領土は大公に昇格したバーデンの領土となった。バーデン大公、カールフリードリヒは、ハイデルベルク大学を国立の金融に関する教育機関に定め、大学を優れた教育施設に再建した。 彼と創設者であるセンテイコーループレヒト一世の功績を記念してハイデルベルク大学はルーカール大学と改称された。ラウテルンから移住して国家経済学部で学ぶ学生カールドライスが二輪車を発明し後のモータライズされた個人用交通機関開発への扉を開いた。ドライスはこの大学が輩出した最も重要な人材となった。 カール・ロットマン作のハイデルベルク城を19世紀はじめ、このネッカー川沿いの都市はその風景の魅力と絵のように、美しい城主によって、ドイツロマン派の重要な街となった。フリードリヒ・ヘルダーリン、アヒム・フォン・アルニム、クレメンス・ブレンターノ、ヨーゼフ・フォン・アイヒエンドルフといった詩人の作品は、ハイデルベルクロマン主義として知られている。アルニムとブレンターノは、 1806年から1808年に子供の魔法のつのぶえと題するドイツ民衆化洋集を刊行した。絵画の分野でもカール・フィリップ・フォール、カール・ロットマン、エルンスト・フリースらがハイデルベルクで芸術サークルを形成した。3月革命前の時代、ハイデルベルク大学では国家主義、自由主義、民主主義の思想が大勢を占めた。 3月革命勃発後は、1848年3月5日に、南西ドイツの自由主義、民主主義の政治家たちがハイデルベルクに集まり集会を開いた。この集会が、準備議会、ひいては、フランクフルト国民議会創設への決定的なインパクトとなった。国民議会失敗後、バーデンの5月放棄は、プロイセン軍の援助を得て鎮圧された。この時、 ハイデルベルクでも自由主義義勇兵と軍の間で戦闘が行われた。工業化の波はこの都市に大きな痕跡を残すことなく過ぎ去っていった。これに反し、観光産業は19世紀になって発展した。特に1840年にこの都市が鉄道網に組み込まれた後、観光業はハイデルベルクの重要な経済因子となった。19世紀以降、大学と 学生組合に属す学生たちはハイデルベルクに影響を及ぼした。ヨーゼフ・フィクトール・フォン・シェッフ,フェルの詩、アルト・ハイデルベルク、ウルワー氏の町と1901年に初演された芝居、アルト・ハイデルベルクは、ハイデルベルクを19世紀の学生生活の象徴に仕立て上げたのである。放末会社乱立時代にハイデルベルクは急速に拡大した。 何度も合併がなされて地域が拡大するとともに、1871年に2万人だった、人口は1933年には8万5000人と4倍近くにまで増加していた。同時に、市電や登山電車が付設され、ネッカー川の運河化が進むなど、社会資本の整備がなされた。1930年に、アメリカ市民の特殊化から寄付があり、 新大学の講義旨の低組織が行われた。NSD オッピーは、バイマル共和制時代から、すでに平均を超える支持を集めており、1930年の帝国議会選挙では、この年の最有力政党となった。ナチスの権力掌握後、1933年1月30日に、ユダヤ人とヒアーリア人に対する、組織的な迫害運動が行われた。 1933年には、ヒアーリア人の管理が、強制的に一時解雇され、1939年までに、ハイデルベルク大学教師人の1、3が、人種的あるいは政治的原因により、大学を去った。1938年11月9日のいわゆる、水晶の夜に、ハイデルベルク市民は、ハイデルベルクとロールバッハのシナゴーグに放火した。その後すぐに、 ハイデルベルクで、組織的な、ユダヤ人抑留が始まり、150人の、ユダヤ人同胞が、ダッハウ強制収容所へ連行された。それから約2年後の1940年10月22日、バーグナービュルケル作戦が施行された。280人のハイデルベルク市民を含む、600人の、バーデンのユダヤ人が、ギュルス強制収容所に送られた。 ハイリゲンベルクの民会場国家社会主義がハイデルベルクに残した建築遺産にハイリゲンベルクの民会場がある。これは1934年から1935年に国家勤労法主体とハイデルベルクの学生が建設した自称ゲルマン民族の礼拝場に設けられたギリシア風の外観を持つ屋外劇場である。甘いゼンビュッケルの英霊墓地は 1934年に国家労働法師団がハイデルベルクの学生と協力して作った。また、ハイデルベルクとマンハイムを結ぶアウトバーンへ656号線もこの時代の遺産であり、1935年に完成した。ハイデルベルクは第二次世界大戦を無傷で切り抜けたドイツの大都市としては稀な例である。 1944年と1945年に小規模な空爆を受けたが被害はわずかであった。1945年3月29日にドイツ国防軍が退却する際にアルテブリュッケを破壊したが翌3月30日にはアメリカ軍が大きな抵抗もなくこの都市を占領した。アメリカ軍はドイツ軍兵舎を接収しキャンプベル兵舎と名付けた。 戦争被害を受けなかったハイデルベルクは多くの爆撃難民や放逐されたドイツ人を受け入れた。ハイデルベルクはアメリカ占領地域に含まれることとなり、米軍やナト o 軍の行為の指令書が置かれた。これに伴ってアメリカ軍が接収した不動産をめぐって当初は多くの不満が噴出した。現在もこの年には NATO の中央連合部隊本部、アメリカの基地放送である AFN 放送局を含むアメリカ陸軍第7軍本部が置かれており、数千人の軍関係者やその家族がこの町に住んでいる。在欧米軍によるアメリカ陸軍第5軍団のビースバーデンへの移転が決定し、2012年から2013年に移転を完了すると発表された。 これは約1万6000人のアメリカ人人口がビースバーデンに流出することを意味する。ルーカールス大学は1946年にゲッティンゲン大学に次いで西ドイツで2番目に教師人の再雇用を開始した。戦前から散発的に大学の旧市街キャンパスの施設はネッカー川対岸のノイエンハイムに一点がなされていたが、 1951年からノイ・エンハイムフェルトの全く新しいキャンパス建設構想が開始された。1970年代半ばに120ヘクタールの広さの基本的な造成が完了した。1955年には中央駅が当時の場所から1.2キロメートル日市の現在の位置に移された。この移転跡地は多くの行政施設に利用された。 ハイデルベルクの人口増加に伴い、市の南部に、全く新しい住宅地ボックスベルクとエンマー・アッツグルントが建設された。ネッカー渓谷の町ツイゲルハウゼンが合併したことで1975年に、地域の面積は大きく拡大した。ライホルト・ツンベルの上級市長在任中に、旧市街が改修され、ハウプト通りは1 6トルの歩行者、専用道となり、 ビスマルク広場は現在の形に整備された。地下組織 RAF はアメリカの施設を標的にしたテロ事件を1970年代と1980年代の2回起こしている。1972年5月24日の爆弾テロではキャンプベル兵舎のアメリカ陸軍第7軍司令部に属す3人の兵士が死亡し5人が負傷した。 1981年9月15日、カールスモンでの対戦車砲を用いたアメリカ陸軍欧州総司令官フレデリック・ジェームス・クローゼン暗殺計画は未遂に終わった。ハイデルベルク城と旧市街をユネスコ世界遺産に登録する申請が行われたが2005年と2007年の2回拒否されている。ハイデルベルク市は今後も 世界遺産登録に向けて努力するとしている。2001年9月11日のテロ事件以後のアメリカの安全保障政策変更によって将来のアメリカ軍移転の実現は不透明な状態となっている。ハイデルベルク市の人口は1946年に10万人を超え大都市の仲間入りをした。この都市は国際色の豊かな町で特に合衆国のアメリカ人や 北、アメリカからの人が多いのが特徴である。ただし、米軍関係者らは、ハイデルベルクの人口には含まれていない。2004年12月末の公式な人口は143,123人で、過去最高であった。以下の一覧表は、それぞれの時点での地域に含まれる人口を示した、ものである。1833年までの数値は推定値である。 それ以後の数値は国勢調査や管轄統計局の公式な統計値あるいは市当局発表の数値による。1843年以降の数値は市内の家を現住所とする人口、1925年からは居住者数、1987年からはこの都市を主な居住地とする人口を示している。 ハイデルベルクの人口推移フリードリヒ2世が着手した、領内の宗教改革を引き継いだオイオットハイムリヒは1556年までに、選定考領をルター派の信仰に改修させた。後継者のフリードリヒ3世は、これをカルバン派にさらに改めた。1563年に、この町で、全プロテスタント信者の指針となる、ハイデルベルク信仰問答が生まれた。 ルートビヒ4世によりルターハイの揺り戻しが短期間あったもののハイベルベルク並びにプファルツ選定公領では改革派協会が長い間進行された30年戦争の際にバイエルンとスペインの占領軍によってカトリック再興がなされたがこれは一時的に過ぎなかったが1685年の選定公果ある2世の死によって改革派協会を進行する プファルツ・ジンメルン家が断絶し、カトリックを信仰する、プファルツ・ノイブルク家が、選定校くらいに着いた。これによりハイデルベルクのカトリック化がなされ、このため現在でもハイデルベルク市内には、多くのマリア像が祀られている。カトリック信者の選定校は、対抗宗教改革を目的として、イエズス会修道士らをこの町に住まわせたが、カルメル会修道士も多く住んだ。 彼らは1803年の世俗化により、修道院が廃止されるまでこの町に住んだ。プロテスタントは優勢であったが、カトリックが次第に信者を増やし、やがて全住民の1、3を獲得するほど力をつけていった。こうした、度重なる改修が、プファルツ選定考領並びに、ハイデルベルクの宗教史の特殊性である。ハイデルベルクの宗教分裂を象徴するのが、 精霊教会がたどった変遷である。この教会には1706年の、いわゆる、宗教宣言によって、この教会には、核壁が設けられた。改革派教会が、長堂、カトリック教会が内人を使用した。選帝校カール3世フィリップはこの教会全体を、カトリックの宮廷教会にしようと試みたが、これは、一触即発の危機を招いた。 1936年になって初めて精霊教会は福音主義教会のバーデン福音主義宗教会の所有と認められ核壁が取り払われた。1821年にバーデン大公はルター派と改革派の統一を行った。現在のハイデルベルク市内にある福音主義教会は 自由教会を除いて、バーデン福音主義宗教会北バーデン教会管区、ハイデルベルク教会地区に属している。カトリック教会は、フライブルク大司教区ハイデルベルク主席司祭区に属す。二大教会のほか、多くのキリスト教系の宗教組織がある。例えば、フッコカトリック教会、バプテスト教会、ヘルンフート兄弟団、キリスト教系の新宗教のモルモン教、 新首都派教会などである。この町では国家社会主義の時代以前からユダヤ教組織に対する暴行がたびたび行われてきた。ベルクフリートホーフには新しいユダヤ人墓地も設けられている。この墓地は国家社会主義の時代にも破壊されずに残った。その他にシナゴーグや個人宅に設けられた墓もあったが、これらは1938年に破壊された。 1933年には1,102人のユダヤ教信者がハイデルベルクに住んでいた。第二次世界大戦が始まった1939年には483人、終戦後の1946年には196人が残っただけだった。バーグナービュルッケルアクションに従って、バーデン地方及びザールプファルツ地方の6000人以上のユダヤ人がフランスへ送られた。 1940年10月22日の記録では、グル収容所には282人のハイデルベルクから送られたユダヤ人が収監されていた。その多くはアウシュビッツ強制収容所で殺害された。1990年に新しいシナゴーグがこの町に建設された。ハイデルベルク大学の近くにユダヤ人学生のための専門大学が設けられた。この大学では、 多彩な学術分野の研究教育がなされ、ラビの養成をも行う。このほかハイデルベルクには、イスラム教や、仏教の宗教団体もある。ハイデルベルク視聴者ハイデルベルクの始行政の長は、長い間、シュタットシュルトハイスと呼ばれていたが、1717 17年から、シュタットディレクターと改められた。バーデンへ編入された後、オーバービュールガーマイスターという肩書きとなり、 1819年からは、エルスター・ビュルガー・マイスターと呼ばれるようになったが、1875年から、再び上級市長の称号に戻された。2006年から無所属のエッカート・ビュルツナーが、ハイデルベルクの上級市長を務めている。第二次世界大戦後の上級市長を列記する。市議会は40人の議員と議長を務める、上級市長からなる。議員は、 任期の5年ごとに直接選挙で選出される。市議会の業務は、議長を務める市長とともに、市の運営を決定することである。市議会は、都市行政を管理し、決定事項の運営を監督する。ハイデルベルク大学前に掲げられた、横断幕のドイツ国旗の隣が1994年から、使われている、ロゴマークハイデルベルク市の紋章は、黒字で基部に、 身部の緑の山、その上に赤い爪と赤い舌を出し、赤い冠を被った金色のプファルツの獅子。この紋章は1898年に獅子が採用したもので、現在の様式化された形になったのは1969年以降である。獅子の色は黒黄色である。獅子はハイデルベルクが長きにわたってその宮廷所在地を務めた。 九中白の紋章に描かれるデザインである。身部の山は都市名を暗示する。ただしこの山は描かれない場合もある。この紋章の他に1994年から近代的なロゴマークが都市のコーポレーテッドデザインとして用いられている。白い四角一致に白、川、橋を表す三本の特徴的な線がそれぞれ黒、青、赤で描かれている。 このロゴは、はじめハイデルベルク800年祭の記念行事のロゴであったのだが、その後都市のロゴマークとして広く用いられるようになった。ハイデルベルクは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。2006年10月に当時の上級市長、ベアーテ・ベイバーは南アフリカ共和国、ハウテン州の都市ハイデルベルクと友好都市関係を締結した。ハイデルベルクには、 アメリカハウスや旧市街欠点通りにモンペリエ通りがある。モンペリエにはこれに対応してハイデルベルクハウスがある。その歴史上の特徴からハイデルベルクの名にちなんだものが多くある。例えば、ルフトハンザの飛行機にはこれまでに4機でハイデルベルク号の名が使われた。その最新のものは 1990年に就航した139人乗りのエアバス A320 から200型機である。ドイツ鉄道のアイスの列車にもハイデルベルク号と名付けられたものがある。約60万年前の人類の祖先にあたる下顎が1907年にハイデルベルク近郊のマウアーで発見された。この新種は発見された地域と発掘チームの所属にちなんで、 ホのハイデルベルゲンシスと名付けられた。熊本市を走る市電には、姉妹都市、友好都市の名前を付けた車両があるが、9201号車は、ハイデルベルク号と名付けられている。ハイドルバーガードゥルックマシーンネニエイジーの本社にある、オフィス兼教育施設、プリントメディアアカデミー。前景の白いオブジェは、S、プリンティングホースと呼ばれる。何世紀もの間、ハイデルベルクは、 魂の都と呼ばれてきた。現在でもこの大学都市は、ラインネッカー地域のサービス業と学問の中心である。過去数十年間のハイデルベルクの発展の方向は、第三次産業が進展する他のドイツの大都市と同じような傾向にある。2007年の統計によれば、労働者の79.6%がサービス業、19.9%が製造業に従事している。 75,600人の労働者のうち69%が市外からの通勤者である。2007年現在の失業率は6.8%であった。ハイデルベルク最大の雇用主は、ハイデルベルク大学とその病院で15,000人以上が働いている。アブスターツ、コンタクト、ハイドルバーガードルックマシーンネン、ハイデルベルクセメント、ヘンケル・テロソン、ラミー。 プロミネントドージャーテクノク、SAP、SAS インスティチュートといった世界的な企業が、この街に拠点を構えている。地方金融機関では、ハイデルベルクとその周辺地域を市場とする、北バーデン最大の貯蓄銀行である、ハイデルベルク貯蓄銀行がある。道路交通ハイデルベルクは、 フランクフルトアムマインとカールスルーエを結ぶ連邦アウトバーン a 5号線の西に接している。インネンシュタットの西側からハイデルベルクとマンハイムを結ぶアウトバーンエ656号線が始まる。両アウトバーンはハイデルベルク市内で合流し、ハイデルベルクジャンクションを形成する。さらに南北方向に連邦道 B3 号線が東西方向に B37 号線が市内を貫いている。両連邦道は市内中心部のビスマルク広場で交差する。市内南部を起点する B535 号線はシュベツインゲンに向かう。ハイデルベルクの浮遊流市場物質不可軽減のため2010年からはユーロマイナスに基準に適合した原動機付き車両のみが通行許可される。橋ネッカー川にかかる。 アルテブルッケ越しに見えるハイデルベルク城ハイデルベルクは、ネッカー川沿いに位置しており、以下の4本の道路橋が重要な交通路となっている。この他に、水力発電所の席が、ネッカー川に架かる2本の歩行者専用橋として利用されている。古代のローマ橋は、テオドールホイス橋とエルンストバルツ橋の間に架かっている。また、中央駅近くに架かる鉄道橋のツェルニー橋も、 交通上重要な橋である。この橋は、下界でガンの研究者であったビンチェンツ・セルニーにちなんで、命名された橋で、ベルクハイム区にかかっている。フランスの友好都市にちなんだモンペリアー橋も、鉄道橋で、ベストシュタットにかかっている。ビープリンゲンには、アウトバーン A5 号線のブンデスアウトバーン橋が、かかっている。船舶交通、ネッカー川は、昔から、 輸送、交通路として利用されてきた。現在も、特に夏季には、多くの中型、小型の観光船が、行楽客を乗せて出発する。その多くは、都市のパノラマを楽しむ短いコースを航行する。一部は、もっと長い距離を航行し、ネッカーゲミューンとネッカーシュタイナハ、ヒルシュホルンを経由して、エイバーバッハまで行く船もある。さらには、 ハイルブロンやシュトゥットガルトへの臨時便が運行されることもある。また、西に向かってラーデンブルクを経由し、マンハイムでライン側に入り、ライン、川中流域までたどる船旅も大変に人気がある。2004年からソーラーボートのソーラーシフフ号という総動線が導入され、110人の乗客を乗せて音もなく航行している。遠距離鉄道ハイデルベルク中央駅。 ビリー・ブラント広場に面した東ファサード2011年時点では、ハイベルベルク中央駅は、アイスのパターンダイヤ化された系統からは、外れているが、シュトゥットガルト・ケルン間、シュトゥットガルト・ハンブルク間などの一部列車が停車する。またユーロシティ及びインターシティのミンヘン、フランクフルト系統、シュトゥットガルト・ドルトムント、ハンブルク系統、カールスルーエ・シュトラルズント系統なども停車する。 近距離交通ハイデルベルクにおける近距離交通の重要な集積点はビスマルク広場で多くの都市交通網がここでクロスする広場の東からハイデルベルクのアルトシュタットを貫く歩行者専用道路が始まるがこの歩行者空間は規模的にヨーロッパで最大のもの一つに数えられる以前はこの広場に面して東端式ホームを有する中央駅があったが 1955年に約 1.5km 西に移転した。現中央駅はビスマルク広場に次ぐ重要な交通ポイントとなっている。登山電車の終点系にヒュシュトゥール駅1883年にハイデルベルクに公営の近距離旅客交通会社が設立され、馬車鉄道の形で営業を開始した。高速輸送機関の流星に伴い、1901年に 電動式の路面電車が開通した。1950年代から路面電車網は徐々に路線を拡大していった。その後、自家用車の普及という大きな問題に直面した近距離旅客交通会社の経営陣は路面電車の路線を次第に縮小せざるを得なかった。しかし、近年になって路面電車が再評価されて複数の新路線が計画され、 新たな路線が開設され、また既存路線が整備されている。現在はラインネッカー交通が主電とバスの運行を管轄している。1989年からはラインネッカー交通連盟の統一料金が適用されるようになった。またハイデルベルクにはカンシェアリングの組織もある。2003年にハイデルベルクはラインネッカー地域全域を結び、 プファルツ地方や南ヘッセンにまで伸びるラインネッカーエスバーンの路線網に組み込まれた。その後エスバーンはカールスルーへまで接続した。これによりラインネッカー地域は一つのエスバーンで結ばれた最後の人口集中地域となった。この計画遂行に10年以上を要したことには異なる州の間での調整に時間がかかったという背景がある。登山鉄道は モルケンクア展望台までの下部は2005年から導入された新しい車両、上部の軽二ヒシュトゥールまでは歴史的な車両で運行している。この鉄道はハイデルベルク城へ行く際の交通手段として人気がある。この登山鉄道の計画は1873年に初めて立案されたのだが、資金難から最初の路線が開通したのは1890年であった。 この鉄道は2004年にバーデンビュールテンベルク州の文化財リストに登録された。ハイデルベルクのテレビ塔ハイデルベルクでは日刊誌のラインネッカーイコールザイトゥングが発刊されている。この新聞には多くのローカル版が存在する。市は週刊の司法を発行している。この他に行事カレンダーを載せたタウン誌も出版されている。ハイデルベルクには 送信塔が立っている。イニヒッシュトゥールには、南西ドイツ放送電波塔、ドイツテレコムの送信施設、AFN のラジオ送信施設がある。AFN の送信施設は、1143kHz の中波放送と、104.6MHz の超短波放送が発信されている。南ドイツ放送が、長年維持管理してきた地方スタジオがマンハイムに存在する。 さらに地方テレビ局のラインネッカーテレビ放送もある。1990年代の初めから大学生によって運営されている放送局もある。ハイデルベルクの学生は隣接するマンハイム大学の学生会と連携して音楽やキャンパスニュースを提供している。2006年5月からテレビとハイデルベルク DVBT が運用を開始した。 11の周波数帯で送信をしている。イニヒシュトゥールの DVBT の電波の有効到達距離は約 80km でカールスルーエでの受信記録もある。ハイデルベルクには区裁判所と地方裁判所がある。これらは共にカールスルーエ上級裁判所管区に属している。また、検察庁もこの都市に存在する。さらに労働裁判所の分局や交渉役場も ハイデルベルクにある。教会組織では、プロテスタントのバーデン地方教会ハイデルベルク、教会管区本部、カトリックのフライブルク大司教区ハイデルベルク、主席司祭区本部がそれぞれ存在している。ハイデルベルクは、ナト o 軍の作戦連合軍司令部の軍令下にある、ナト o 中央陸軍司令部の所在地である。米軍第7軍の司令部は、キャンプベル兵舎に置かれている。 周辺地域にもアメリが、軍の施設が点在している。ハイデルベルク大学の印象をハイデルベルクは、その教育機関で広く知られている。中でも名声が高いのは、反論の余地なく、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルクである。この大学は1386年に創設された、現在のドイツ連邦共和国の中で最も古い大学である。 この大学のキャンパスは二つの地域とその他に点在する多くの独立した施設に分かれている。アルトシュタットの多くの歴史的建築内には人文科学部、社会科学部、法学部が入っている。自然科学系学部や医学部は主にノイエンハイマー、フェルトの新しいキャンパスを使用している。ハイデルベルク教育専門大学は1904年に設立された。 何度も拡張や解消を重ね、1971年に学術系専門大学となり、現在の名称となった。ハイデルベルク教会音楽専門大学は音楽に特化した研究機関である。この施設は1931年にプロテスタントのバーデン地方教会の施設として開校した。 ハイデルベルクのユダヤ研究専門大学は1979年に創立された。この専門大学ではユダヤ民族の宗教や文化に関する9つの学科がある。ハイデルベルク専門大学は SRH グループが運営する私立専門大学である。1992年に創立され、州の認可と学術審議会の信任を得ている。 この専門大学はビープリンゲン区のサイエンスタワー内にある。シラー国際大学のキャンパスがハイデルベルクにある。このアメリカの私立大学では国際ビジネス、国際関係学及び外交学の分野の学士、修士の学生が学んでいる。ハイデルベルクには教授学と教員養成のための修立養成所がある。ハイデルベルクには特に生命科学分野を中心に 多くの研究機関がある。ハイデルベルクの研究機関の最も重要な設立母体は、ハイデルベルク大学である。大学参加には、多くの研究所がある。バイオケミカルセンターハイデルベルク、神経科学のための学際研究センター、南アジア研究所、アメリカ学のためのハイデルベルクセンター、ハイデルベルクラテンアメリカセンター、ハイデルベルク天文学センターなどである。 2007年の初めには分子細胞生物システムの定量的解析センターがノイエンハイマー・フェルトに新たに設けられた。有名なドイツガン研究センターは1964年、ハイデルベルク分子生物学センターは1983年に設立された。両研究所は共に生物学の基礎研究を行っている。ハイデルベルクには 欧州分子生物学研究所の中央研究所がある。エンブルは1974年に設立され、モンテロトンド、ヒンクストン、グルノーブル、ハンブルクに研究施設を持っており、ヨーロッパの18各国が運営に参画している。マックス・プランク天文学研究所、マックス・プランク財団にとってハイデルベルクは4つの研究所がある重要な町である。外国の広報と、 国際法のためのマックス・プランク研究所、マックス・プランク核物理学研究所、マックス・プランク・アン・スティチュ。フュア・カーン・フィジック、マックス・プランク天文学研究所、マックス・プランク医学研究所である。この他の研究施設としては、造園に関する、修立学習、研究機関、ケーニヒシュトゥール天文台。 ハイデルベルク学術アカデミー、応用情報学の民間研究機関である、ヨーロッパメディア研究所などがある。ハイデルベルクには、多くの基礎家庭学校、本家庭学校、実業学校、職業学校や特別学校がある。ハイデルベルクは全人口に占める、大学卒業者の比率が高い町であり、結果的に多くの義務ナジウムが設けられた。 2007年の基礎家庭学校からギムナジウムへの進学率は58%近い数字である。特徴のある学校としては、ハイデルベルク自由バルドルフ学園やハイデルベルク国際総合学校がある。愛は、バーデンビュールテンベルク州に、あと2つある総合学校とともに、州の教育法で言及されている特別な学校である。 どちらの学校でもアビトゥアを獲得するチャンスはある。さらに特徴がある学校は、総合学校のハイデルベルクインターナショナルスクールである。ここでは授業は英語で行われている。ハイデルベルク市は市民大学の他に、ヨハネス・ブラームス・ザールで音楽と歌の学校を運営している。このかホテル専門学校や様々な市営の職業専門学校がある。さらに、 ドイツン研究センターの教育部門である、ライフサイエンスラボラトリーのような教育機関もある。1984年に、同好会として結成された老人のためのアカデミーは60歳以上の老人を対象に幅広い分野の講演会や、セミナーといった形で学ぶ機会を提供している。1904年に創設された、私立図書館は、 図書館インデックスの大都市図書館部門で何度も上位にランクされている。ハイデルベルクは第二次世界大戦の空爆によって破壊されることなく中世そのままの佇まいを示すバロック様式の旧市街が残されている数少ない大都市である。旧市街には全長1 6トルのヨーロッパで最も長い歩行者専用道の一つが通っており、 その大部分が見どころとなっている。ハイデルベルク城全景ハイデルベルク城はドイツで最も有名な城址として知られている。ケーニヒシュトゥールの北斜面、渓谷から80メートルの高さに位置し、街の風景全体を決定づけている。もともとは城塞として築かれたが、その成立についてはよくわかっていない。ネッカー渓谷はこの城の麓付近で幅が狭まり、 制圧しやすい地形である。ここは、ライン川支流の最後の都市地であり、後には、最後の橋が架けられていた場所であった。先帝校、ルートビヒ3世は、皇帝ジギスムントの代理としてこの地を治め、1415年の、コンスタンツ公会議の後には最高判事として、廃位させられた、対立教皇ヨハネス23世をこの城に、遊兵した。 1615年に刊行されたマテウス・メリアンのタポグラフィア・パレトネーティスレナイに、先帝公ルートビヒゴセイが、百数年前に、新しい上官の建造を始めたとあり、初めて上官の詳細な記述がなされている。17世紀に城と都市は3度にわたって占領され、破壊された。この城はその度に再建と増築がなされたが、マンハイムに、 近代的な宮殿が築かれ、さらに1764年の落雷による火事で、この城の運命は決まった。再建は断念され、上司は新しく種別人間の夏の宮殿を建造するための石切り場と化し、後にはハイデルベルク市民が建築資材として持ち出した。こうした状態は、19世紀にグライムベルク博、ビクトル・ユーゴー、ウィリアム・ターナー、マーク・トウェインらが、 悲劇的だが、威厳のある上司というモチーフを提示するまで続いた。アウグスト・フォン・コセブーは、ナポレオンの圧政に対する怒りを上司に託して、描写した。破壊された上司は、愛国心のシンボルとなっていった。ハイデルベルクの観光業を間違いなく後押ししたのは、1840年の鉄道開通である。駅に近いホテルは、人気が急上昇した。 19世紀には裕福な、ロシア人やイギリス人が、20世紀の初めには、ヨーロッパの視察に訪れた多くのアメリカ人が、このロマンティックな街ハイデルベルクに立ち寄った。建造物、緩やかな傾斜の中庭を囲んで、様々な様式の古い城管建築が立ち並んでいる。5つの塔が、城市に残されている。かつての首郎が渓谷を見下ろしている。バルコニーからは、 ラインボンチが一望できる。渓谷から見上げると、ルートビヒカ館の修復された窓が、ピカピカと輝いて見える。かつてのシュトレンゲガルテンには、様々なロマンティックな装飾がなされ、そのままケーニヒシュトゥールの森につながっている。城内には巨大な樽も保管されている。アルテブリュッケ城は、確かにこの都市の最も重要な象徴的、建造物であるが、 それはこの都市を印象づける川、橋、城の三要素の一つに過ぎない。アルテブリュッケの公式な名称はカールテオドール橋である。この橋はドイツで最も古い橋の一つである。この橋は何度も木製の橋が架け替えられてきた。それは春先に割れて流れ出した氷で不定期に、しかし確実に損傷してきたためである。石造りの橋は 第二次世界大戦の末期に進軍してくる連合国軍を阻止するために国防軍によって爆破された。現在の橋は1947年に完全に復元されたものである。精霊教会精霊教会はハイデルベルクで最も有名な教会である。この教会は市内中央部ハイデルベルク城からも遠くない場所に位置する。そのファサードは城と共に このネッカーカハンの街のシルエットを印象付けている。この教会は、かつては、名高いパラティーナ図書館の所蔵庫として利用されていたが、30年戦争の、際、手書き本や選定校時代の古い印刷本は、バイエルン校マクシミリアン一世に略奪され、教皇に献上された。ハイデルベルクのアルトシュタットで最も古い教会は、ペータース教会である。ペータース教会は、 おそらく、ハイデルベルクの創設時代にすでに築かれたと推測されている。創建は900年頃と見積もられている。中世後期には大学の礼拝堂となった。また、この教会は約150人の教授や選定校の定神らの墓所でもある。大学創立当時の総長であるマルシリウス・フォン・インゲーンもここに葬られている。1883年。 マルティン・ルターの400回目の誕生日に、教会の東側に多くが植えられた。この近くに、1749年に完成したイエズス教会がある。この教会は、ハイデルベルクにおける、反宗教改革の象徴となる建造物で、かつてのイエズス地区の中心に建てられた。この他、ベストシュタットには1904年に建造された、クリストス教会がある。 この教会の塔はベストシュタット区を象徴する建物である。ホテル、騎士帝ハイデルベルクに現存する最も古い建物はホテル、ツムリッターである。この建物は1592年に織物商人の一家によって建設された。アルトシュタットの精霊教会の向かいに立つこの建物はハイデルベルクで最も多くの観光客が訪れる見どころである。 アルトシュタットの東端にカールスモイがある。このアーチ門はハイデルベルク市民から選定校カールテオドールに送られたものである。建設には6年を要し1781年に完成した。カールスモイにはアーチの上に選定校の紋章や選定校とその夫人のポートレートが掲げられている。アルトシュタットにはハイデルベルク大学の古い建物が多く、 保存されている。最も重要なものの一つが大学図書館である。この建物は大学の中央図書館として用いられ、古い手書きの書類や写本の博物館や大学の蔵書庫の一部としても用いられている。ここに収められたマネッセ写本はドイツ最大で最も有名な中世の歌謡写本である。図書館の建物は赤色砂岩で作られた。 古典主義様式の建造物である。国家社会主義の時代に、ハイリゲンベルクに民会場が作られた。民会場は、ギリシア劇場風の野外劇場として用いられた。国家労働法師団によって建設され、1935年に、ヨーゼフ・ゲベルスン席の下で、完成式典を祝った。民会場は、特にプロパガンダの場であった。現在では、 様々な分野の舞台芸術文化が上演される野外劇場として利用されている。ベストシュタットのシナゴーグも特筆に値する。1938年11月9日から10日の水晶の夜にハイデルベルクのユダヤ教施設に火がかけられた。このため終戦後の1945年に新たに組織されたユダヤ教徒の市民たちには決まった祈りの場がなかった。 組織は各所を転々とした後、1994年に、現在の新しいシナゴーグが完成した。ベルクハイムには、現在はプールとして使われていない水浴く、水泳プールがある。有限都市ティールの屋内プールとして保存されている。ハイデルベルクテレビ等、ハイデルベルク通信等、ハイデルベルク米軍通信等は、ハイデルベルクが、 通信分野でも重要な役割を果たしていることを示している。これら3つの通信塔はいずれもケ軽ニヒシュトゥールの上にある。現在は会議、文化センターとなっている私立ホールは1901年から1903年に建設された赤色砂岩のファサードを持つネッカー海藩の文化施設である。聖ニコラウス像牧歌的な ハイデルベルクのアルトシュタットを望む最適な場所の一つが哲学者の道である。この道は、ハイデルベルク城の対岸にあたる下半から、ハイリゲンベルクをやや登った位置を通っている。詩人のヨーゼフ・フォン・アイ・ヒエンドルフはこの道から、ハイデルベルクを眺め、新しい作品のインスピレーションを得たと言われる。ハイデルベルクのベルクフリートホーフは、ドイツでもともロマンティックな墓所の一つである。 ドイツ国初代大統領のフリードリヒ・エーベルトや、学者のカール・ボッシュや、ロベルト・ブンゼンを、はじめ多くの著名な人物がここに葬られている。戦争やホロコーストによる死者のための記念碑も多く、建てられている。ドライ・アイヒエンの近くに1747年に、混流された聖ニュコラウス像がある。ある林務官が、森の中で猛烈な雷雨にあった。 雷が近づき危険な状態になった時、林武官は多くの守護聖人の中でも聖ニコラウスカズトに命を委ねて祈りを捧げた。雷は林武官のすぐ近くに落ちたが彼に怪我はなかった。彼は聖ニコラウスに感謝を捧げ、その像を混流した。1990年に暴風雨がハイデルベルクの森で荒れ狂い、森の大部分が 壊滅状態になった時も聖ニコラウス像だけは全く無傷であった。毎年12月6日には聖ニコラウスが付近の集落を訪れ子供たちを楽しませている。ハイデルベルクは2006年12月にドイツで初めて無線ランネットワークが整備された。旅行客はハンディコンピュータなどを使ってアルトシュタットの見どころやレストランを調べることができる。 シャルル・ド・グライムベルク博ハイデルベルクの都市とプファルツ、選定校の歴史については、プファルツ選定校博物館に展示されている。この博物館の成立には、フランス人亡命者のシャルル・ド・グライムベルク博が、携わっている。彼は1810年からプファルツ選定校の、年代記に興味を持ち始めた。彼の、貨幣、武具、絵画、 その他の資料コレクションがこの博物館の展示物の基礎を形作ったのである。有名なティルマン・リーメン・シュナイダーの十二使との祭壇もグライムベルクが獲得したものである。1879年に市はこれらの指摘コレクションを購入し、1908年にモーラステーの入り口に博物館を開館した。博物館の収蔵品は急速に増加し、現在では プファルツ選定綱領の歴史を前世時代まで遡って知ることができる。連邦全土に知られた博物館としては、ドイツのジプシーとローマの文書、文化センターがある。民族博物館は、アジア、アフリカ、オセアニアの芸術作品や民族学資料のコレクションを展示している。この博物館では、これらの地域の民族芸術、世界観、 儀式の一端に触れることができる。民族博物館は1921年に創設され、現在はバイマールテンを利用している。この博物館は創設当初から1919 19年にビクトール・モーリッツ・ゴルト・シュミットによって設立された J&E ・フォン・ポルトハイム財団が運営している。このユダヤ人学者の広範なコレクションが博物館の基礎となったのである。 14の市区の内五市区が郷土博物館を運営している。各市区それぞれの歴史が紹介され、興味深い公開講座に参加することもできる。アルトシュタットの中心部にあたるプファフェン通りのフリードリヒエーベルトの成果は、19世紀後半にハイデルベルクに住んだ思考業者の家庭生活を印象を深く紹介している。ハイデルベルク大学は膨大なコレクションと、 イベントが用意されており、ハイデルベルクの博物館の中でも、巨人的存在である。大学の多くの研究所や学部が、一般に見学可能な、膨大なコレクションを所蔵している。エジプト学、植物学、古生物学、動物学といった、様々な知識に、門外観も触れることができる。また、ハイデルベルク大学には、大学が運営する、博物館もある。 こうしたあらゆる施設の中でも結出した施設が二つある。学生牢と大学図書館である。学生牢は旧大学の学生博物館の一部となっている。この施設は反抗的な学生に対する牢獄として利用された。ここに習慣された学生があらゆる種類の筆記具を使って牢の壁に書いた母校に対するフラストレーションが現在まで保存されている。 大学図書館には数多くの新しい書籍とともに有名な古書籍や趣向が収蔵されている。中古ドイツ語歌謡の手書き本であるマネッセ写本の存在は特筆に値する。このマネッセの手書き歌謡集は最も広範で最も重要な中世の詩集なのである。そのコピーは大学図書館でいつでも見ることができる。マンハイム ルートビヒスハーフェンアムラインと共同で毎年開催される博物館の長い夜はこの種の催しとしてはベルリンに次いでドイツで2番目に大規模な催しであるハイデルベルク動物園は1934年に開設され毎年50万人が訪れる約200種1 0 0頭の動物がいるドイツ薬局博物館この他に以下の博物館があるスポーツは ハイデルベルクで重要な価値を持っている。この都市はスポーツクラブを講演する特別なプログラムを実施している。2006年現在、ハイデルベルクには120のスポーツクラブ、22の私立スポーツ施設、40の体育館がある。ハイデルベルクはまたドイツにおけるラグビーの中心地の一つで市内に5つのラグビークラブがある。ハイデルベルクで 最も会員数の多いスポーツクラブは1889年に体操クラブとして設立された TSG ローボックである。このクラブは北部バーデンの10大スポーツクラブに数えられている。バスケットボールクラブの USC ハイデルベルク、水泳クラブの SV ニッカーハイデルベルクをはじめハイデルベルクのいくつものクラブが何度もドイツチャンピオンになっている。 ハイデルベルクの3つの学校、ヘルムホルツギムナジウム、ヨハネス・ケプラー実家学校、ビリー・ヘルパッハ修霊からなる学校群が2003年にドイツ体育連盟からスポーツエリート校の称号を得た。この称号は各校が共同する特別なスポーツ振興プログラムに対して与えられたものである。このプログラムによりすでに多くのドイツチャンピオンや 国際的に活躍する人材が排出されている。スポーツエリート校は、バーデンビュルテンベルク州全体でも他に3校、シュトゥットガルト、フルトバンゲン、タウバービショフスハイムにそれぞれあるだけである。ハイデルベルクでは、様々な種類の祭りが行われている。市の世界でハイデルベルクほど重要な役割を担った、都市は、他にほとんど例がない。ゲーテやクルト、トゥホルスキーといった。 文学上の偉人が、その作品で、ハイデルベルクを取り上げ、ネッカーカハンのこの街にその作品を捧げている。特に有名な作品が二つある。ヨーゼフ・ビクトール・シェフ・ヘル作の、アルト・ハイデルベルク、ウルワー氏の街と、フリードリー・フライムントが1927年に、作曲したオペレッタの曲、イッヒ・ハブ・マイン、ヘルツイン・ハイデルベルグフェア・ローレンである。この他に、例えば、 フリードリヒ・ヘルダーリンの詩、ラングリーブ・イヒ・ディヒ・ショーン、クレメンス・ブレンターノの詩、リート・フォン・アイネス・シュトゥディン・テン・アンクーン・フトイン、ハイデルベルグ、ビル・ヘルム・マイア・フェルスターの儀曲、アルト、ハイデルベルクなどがある。ありがとうございます。